スイスハウンドは、スイス原産のセントハウンド犬種である。現地語である、ドイツ語では、シュバイツァー・ラウフ・フンと、フランス語ではシャン・クラン・スイスといい、いずれも、スイスの走る犬という意味を持つ。本種の小型版犬種として、スモール・スイスハウンドが存在する。スイスのハウンドの起源は古代ローマ帝国時代まで、遡り、モザイク画に、用子の似た犬が見られる。 15世紀や18世紀の記録でもスイスの猟犬はウサギ狩りの能力を称賛されている。1881年にスイスのハウンドの調査が行われ、1882年に地域別の五種の犬種標準が定められた。それぞれの地域ごとに特徴的な経路が定められ、ドッグでもこの分類が採用された。1909年に 原始標準が改定され、トゥールガウダネの絶滅が宣言された。また1920年代にスイス固有のハウンドの調査が行われ、1931年にスイスハウンドの愛好家団体が結成された。1933年には4つのバラエティを1つの種に統合することが決められた。1954年に国際畜犬連盟の公認を受けた。 スイスのハウンドとしては、この他に、セントヒューバートジュラハウンドという古い種があったが、20世紀前半までに絶滅した。今日も大半は実業犬として飼育されている。ショードックとして飼われているものもいるが、ペットとして飼われているものは、ほとんどいない。対抗は、オス49から49センチメートル、メス47から57センチメートルを標準とする。 紐はスムースで短く密である。毛色は次の通りである。毛色以外は同じ研修標準の下で管理されているが、4種それぞれに特徴的な外見や飼料能力を持っており、関係者も別の種として扱っている。しかし、いずれの種も体は強靭で、嗅覚及びバランス感覚に優れ、また、うさぎ狩りに適したよく通る声を持つ。 また従順で懐きやすく、運動量を確保できれば、家庭犬としても向いている。ありがとうございます。